まあ、突然なんですけど、皆さん野台においてその投手が持ってる変化球っていうものを全て活用してると言い切れることができるでしょうか。その投手が持ってる変化球を全て活用してるって言い切れる人はね、少ないと思うんですよ。もちろんその使ってない球種が、まあ、弱いから使っても打たれるからとかあるんですけど、結構配球ってもう習慣化されちゃってるというか、なんて言うんだろうな、まあ、例えると歯磨きみたいなもんなんですよ。もう歯磨きって大体自分の磨く時間磨く場所決まってるじゃないですか。それが正しいと思ってるんで、ね、でも実際歯医者さんとかで、まあ、可愛いお姉さんにね診断してもらうと、まあ、普段全然磨けてない場所があると、自分が磨けてるつもりでも本当はできてないみたいなねことが配球でもあるんですよ。なので今回は、まあ、そのピッチャーの普段使われてないような球種を使ってリアタイやっていきたいと思います。まあ、もちろんこれもね個人差があるんで、逆に僕が紹介した球種、いや俺普段から使ってるしっていう人ももちろんいると思うんで、まあ、そこは、まあ、ちょっと一つのエンタメとして見てもらえたらなと思います。まあ、僕が普段ランク戦とか潜ってて、まあ、明らかこのピッチャーのこの球種使ってくる割合低いなっていう各ピッチャーの球種を見ていきたいと思います。まあ、それではちょっとオーダーを見ていきましょう。まあ、ここで全部紹介してたら時間があれなんで、まあ、とりあえず今から1試合目使う先発ピッチャーだけ紹介しようかなと思います。まずはこちら山本由伸投手なんですけど、まあ、山本投手といえばね、ツーシーム、スプリットで今シーズンだとフォークがあって、まあ、スライダーカット、シュートがあるっていう、まあ、そういう配球の組み立てで、まあ、抑えるっていうのが基本的なスタイルだと思うんですけど、意外と使われてない球種っていうのがこの2つです。まあ、こちらドロップカーブと後ろのスローカーブ。ドロップカーブはね、でもちょくちょく使ってくる人は見かけるんですけど、もうスローカーブいやむしろ持ってたんっていう、もう存在感のなさですよ。まあ、強い球種がね目立つ分、これあまり強くない球種が全く目立たないっていうパターン。とりあえず1試合の先発は山本由伸投手のこのドロップカーブとスローカーブ、多分それだけじゃねさすがに張られちゃうんで、まあ、ストレートと、まあ、この3球種だけでちょっと抑えていこうかなと思います。まあ、山本投手の場合は、まあ、使われてない球種がスローカーとドロカーで2個あったんですけど、まあ、他のピッチャーとかだと1個とかなんで、まあ、ストレートだけはちょっと使わせてください。じゃああとはねランク戦しながら話していきたいと思います。それではよろしくお願いします。うん、もう待って、企画破綻やわさすがにごめん、ちょっと無理やろこれ。なんでこんな30連勝と当たんねん。うわ最悪。これストレート、まあとりあえずストレート使っていきますと。おお、ストライクか。もうね、歯磨きと違うところはこのドロップカーブとスローカーブを使わないから間違ってるっていうわけじゃないんですよ。弱いから使われてないだけであって、使わないことは割と正解なんですけど、不意に来たら打てない時ってあるじゃないですか。まあ、この企画を僕がやろうと思ったきっかけっていうのが、まあ、純正杯スピリーグとかで見逃し三振取ったぞマジでやば。長打警戒にしよう。まあ、スピリーグとかで意外とね、大野豊さんのカーブとか決め球でね使われてきた時に見逃しちゃったんですよ。まあ、大野豊さんのカーブって結構使うんですけど、決め球で使ってくるみたいな、まあ、そういう時に使われちゃって打てなかったんですよね。だったら他のピッチャーでも同じことやってみれば強いんじゃないかっていうので、この企画をやろうと思ったんですけど、これまだストレート使えるのがありがたいかな。待って、一応追い込んではいるんだけど、いやこれさすがにスローカーブ遊んでると思われるかな。ただ俺はいたって真剣なんですよ、相手の方。いやこれ真剣やねん、相手の方許してくれ。でもこれ広角出てなかったら割とねちゃんと捉えないとね飛ばないと思うんやけどな、スローカーとかドローカー外角。ほらほら、多分タイミングそんなちゃんと合ってないでしょ。でこのアウトロービタビタ、いやほんとストレート使えるのはまだありがたい。まあ、これ俺極端にさ、こうやってこれしか投げないみたいなしてるけど、でも決め球とかに不意にこう投げると意外とこう刺さったりするんですよ。あるぞ、企画破綻じゃなかった。ストレート外角で長打警戒にはめますわ。長打警戒、長打警戒、お願いお願いお願い、マジでおもろすぎん。こんなことある？ 30 連勝の6割超え抑えてんけど。相手ピッチャー藤波さんですね。藤波さんも一応、紹介しようかなとは思ってたんやけど、多分俺が紹介したい配球はしてこんと思う。うん、やっぱりまあストレートでツーシームでフォークでたまにカットみたいなメインだと思うんすけど、まあ見といて。あーやばい、危な。藤波さんはむしろこの2球種だけでも強い。広角出てなかったら特にタイミングがねしっかり合わんのよ。大丈夫そう大丈夫そうとんでもないヒット打っちゃったわ。おー、藤波さんって一塁側立ってるのも再現されてるんや。へえ、うわー、いいボール。今のツーシームだったらボールのところまっすぐでストライク入れに来るっていう、で今のツーシームで外れるっていうね。この配球がマジで強い。いや強すぎるわ。1点入ったけど分かっててもなんかハマる。引っ張り警戒してきましたね。これは三塁線抜きたい。よし来た。これが結構対策法であったりする。右バッターの引っ張り警戒ってさ、ライン際抜きにくいよね。なんか内野安打もないし、結構ファースト飛びついて簡単に取ったりするんよな。はい、右バッターに狙いにくいけど二遊間とかがおすすめかもね。二遊間結構広いから。はい、スリーワン。いやもうまさか俺相手の方一手に抑えると思わんかったわ。
入れ。いやこれハールになるんよな。よし見た。でここも相手引っ張り警戒と。よしこれこれこれ、この二遊間が割とまあ安定っちゃ安定、まあ、それかミート打ちやな。ミート打ちちょっとやる勇気俺ないけど。ピッチャー交代高梨さんですね。まああんな感じで藤波さんとかはもう本当に極端な使われる球種っていうのがあるじゃないですか。そういうのを逆にね使ってない球種とかを紹介していきたいんですよ僕は。いや追い込まれたわ。抜けろ。いやーしオッケー。粘り打ちがいい味出してる。ちょっとこれこのまま終わらしたい。一塁ランナー帰ったら逆転さよなら。逆転じゃないわ、さよならか。抜けろ。うーわ出たよこれ、上がらんやつ。ちょっとさすがに無理よな、さっきはぶっ刺さったけど。え無理っすよね。いやーいいボールよ、いいボール、悪くない。もう変な球投げたろ、絶対打つやん。うおー見逃してくれた。ハマれお願い、ちょっと警戒ハマって。もう無理や、これもう絶対相手遊んでると思ってるやな俺。ちゃんとやれやって思ってるでしょ。でもこれガチなんよな、真面目に動画撮ってるんよな俺。スローカーブちょっと広角出てたら無理やわ。え取る、うわー取ってよ。マジで俺これ極端すぎるな。たまにでいいんよね普段は。たまにでいいんやで、みんなはドローカーとかスローカー投げるの。いやこれちょっと無理がある。いやこれちょっと中継ぎの次紹介いきましょうか。はい、中継ぎの一人目の紹介は宮西さんっす。はい、宮西さん、皆さん何使ってますか？意外と強いと思うのが加藤。宮西さんに関しては、待って、加藤は意外と強いと思う。だもっとね、使ってってもいい気はするんですけど。はい。これも、本当に極端なで、たまに投げるから強いみたいな。だから、こうやって脳死でね、ずっと投げて、抑えれるっていう球種じゃないんですけど、これシンキングみたいな感じやな。これを、いい感じで投げると、相手はね、なんやその球っつって見逃してくれたりする。あー、タイミングずらしてるね。最後、ストレート、ここ刺さるか。振ってくれ。いや、フランカー。無理があるでしょう。危ない危ない。スクリュー投げかけたわ。ズルして。これのボール球はどうすか？うわ、見逃された。ちょ、これみんな、この試合だけ、他の球種使っていいですか？無理や。続いての紹介、松永さんっす。松永さん、まあ持ってる人少ないと思うんですけど、松永さんであんまり使われてないなって僕は感じるのは、シュートっすね。シュートを意外と使ってくる方が少ない。そんな気がする。まあ、球種が多いんでね、まあ、シュートなんか使わなくても割とぶっ刺さったりするんですよ。ちなみにこのチェンジアップも使ってくる人は少ないイメージです。ここに投げ込みたい。ビタビタ。いいとこ決まれ。いや、いいとこなんやけどな。と、ストレートも使っていきましょう。いや、振ってくれんか。もうなんか変なところにシュート投げよう。詰まれ。詰まってくれ。ああ。無理。スラブ投げる。いや、打たれるんかい。うわー、でも打たれる。このスライダーとかを見せといて、見せといてゲッツ。うわー、でかっ。見せといて、あそこの視点からシュートとかもいいですよっていう。続いて中継ぎ、西口さんですね。西口さんは言わずもがな、スライダー2種なんですけど、意外とこのフォーク使ってる人少ないんじゃないですか。まあ、スライダーのところに基本みんなカーソル合わせてると思うんで、まあ、このフォークがね、意外と刺さったりもするんですよ。これもう不意に投げたら強い。こうやってずっと脳死で投げ、続けて抑えれるわけじゃないけど、抑えたな。うん。まあ、ちょっと松永さんで別球種投げちゃったけど。いや、もう外キャッチャー。マジで？え、もうそのまま外とキャッチャーして。いや、替え忘れかい。ちょっと逆転するわ。バイバーイ。お願いします。じゃ、今回僕が藤波さんを使っていきたいと思います。あ、ちょっとね、中継ぎに大谷さんとか金子千尋さんとかいるんで、その辺も、うまく使っていきたい。いや、さっきの糸のでも、1イニング目、結構刺さってくれたでしょ。まあ、あれにさらにこう、ツーシームとか、カットスライダーを組み、折り込むことによって、結構刺さったりするんで、まあ、あんな頻繁に投げなくていいんで、ちょっと1球ね、挟んでみたりとか、まあ、ボール球で見せ球したりとかっていうのも、全然一つの手ではあると思います。松永さん、シュート紹介したけど、まあ、正直どうやろう。フォークとかの方が良かったかもしれないですね。もう結構やっぱ松永さんってツーシームを見せ玉にして、まあスラカットスラーブとかでストライクゾーンに入れてくるイメージなんで、もう最近松永さんとかでツーシームストライクゾーンに入れてくる人少なくなったよな。もう配球のインフレよ。そんな感じで配球って本当なんか時代とともになんか変わったりするもんすよね。じゃあ僕がね、藤波さん見てる感じ圧倒的に少ないのはやっぱりこのスライダーっすね。まあもうそれはもう藤波さんの他の球種が強すぎて、お前見たことないホームラン打たれたんやけど。待て、この人外角スライダー得意人間かもしれない。初見スライダーでも打たれるん。じゃあスローカーブ投げてみろ、まあ、スライダーとスローカーブですね。はい、オッケー。はい、ストレートー、ランナー帰ってく絶対無理やろ今の。ほんまにこの人スライダーが大好きな人かもしれない。もう一回投げてみろ。今2分の2で捉えられてるからね。もう一回投げてみろ。しつこいかな。あれ、もう外角ハイのわけわからんスローカーブ。はい4割抑えた。あ、バッティングいいか。もうバッティングカットしようか。はい。はい、なんとか逆転には成功しました。はい、こちらも球種が多彩な大谷さん。まあ、ストレート速くて、スライダー、フォークの変化量がでかいと。で、その陰に隠れてるのが、まあ、このサークルチェンジと、スローカーブっていう。スローカーブとか、むしろあったんって感じよね。
で、あとサークルチェンジ。まあ、サクチェはほんまなんかリアタイの上位勢でもたまに使ってる人は見る、まあ、けど明らかにね少ないっすね、この使ってる歩数は。もうスローカーブなんかね、もう本当に持ってたんっていうねほらなぜか抑える。で、そこに速いストレートを投げ込んでいきましょう。本当にこういうのはもうスライダーフォークとかでいろいろ配球して見せ球とかでポンってね投げるのが一番強いんやけど、しつこく投げていく。まああとこのチェンジアップっていうのも使う人少ないけど意外と刺さる。これに関してはあのチェンジアップも高さで変化量変わるんで。ゲッツーゲッツーゲッツー、いやー無理か。じゃあ最後に紹介したい選手登板させます。こちらも球種多彩な金子千尋さんですね。まあスプリット2種があって、まあ、でかいドロップカーブがあると。まあ、その中でやっぱ使われてない少ない球種っていうのがこのシュートとか、そのシュートの裏にあるシンキングファストっていうのが明らか使ってくる人が少ないかなっていう印象。まあ、シュートは強いけどシンキングはまあ使わんで正解ですけどね、弱いからほらただシュートはもうちょっと使ってる糸を発見してもいいんじゃないかってぐらいあんまり使われてない。まあ、2種系に頼りすぎかなっていうのは印象を受ける。取れる。いやー無理かー。あ、待った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 。え、これあと1点取られたらサヨナラされる。どうしよう。もう一回シンキング投げまーす。これストライクと間違えろ。みんな金子千尋さんのドロカとかも使ってないよね。使ってないやろ。だから使うわ俺もドロカも強いし、おとなしく普通の配球をしよう。